ブリュッセル風のワッフル。ワッフルは、焼き菓子の一種。本来は、小麦粉、鶏卵、バター、牛乳、砂糖、イーストなどを混ぜ、発酵させて作った生地を、格子模様などを刻んだ2枚の鉄板に挟んで、焼き上げた菓子である。速成パンに分類される。ベルギーの首都、ブリュッセルやリエージュのものが有名であり、ベルギーワッフルとも呼ばれる。1853年の絵画におけるワッフル原型は、古代ギリシャのオベリオスで、宣教師によってヨーロッパ各地に伝わっていった。スポンジケーキのようにふわふわしたものから、パンのようにもちもちしたもの、ビスケットのようにカリッとしたものまで様々あり、温かいうちにジャムやホイップクリーム、メープルシロップなどをつけたり、フルーツを添えて食べる。アメリカ合衆国では、発酵時間を節約するため、イーストの代わりに重曹とベーキングパウダーで膨らませることが多い。間食として食べるほか、朝食として供される場合もある。日本では、円形、または楕円型に焼いたスポンジ生地に、カスタードクリームなどを乗せ、かしわ餅のように二つ折りにしたものや、サンドイッチ状にしたものも、ワッフルと呼ばれる。クリームを入れたのは1904年にクリームパンを発売し、好評を得て、ワッフルにも入れる試みをした新宿中村屋とされる。スーパーやコンビニエンスストアで販売されているほか、ワッフル専門店も存在する。ありがとうございます。